おはようございます2018年7月31日、古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん。はい。今日の朝ごはんは、まあ、いつもの定番、シンブル和,和風朝ごはんですね。厚揚げ、レタスのシャキシャキサラダ納豆、ニナット、ね中症対策の梅干し、えー、という感じで、まあ、ごくごく普通。今日で7月も終わりです。 皆さん毎日暑いですけど元気に今日も一日過ごしましょう、えー、それではいただきます小民家風の家アダムゴンでしたいただきます納豆今からかけます